どうも六六組のエンタメラボへようこそ。六六組のサクとキメロジとペッチです。注文完了。何を注文したんでしょうか。フランキータメガイの跳躍シーンだけを集めた DVD を注文しました。フランキータメガイ、あのフレンドパークの最初に見本を見せる方です。いたな。君何回出すその名前。なんか俺もう覚えちゃったな。大ファンなんですよ。フランキータメちゃんの。いや日本にあんただけですよ。ガチ勢はタメちゃんガチ勢。ということで真犯人フラグ真相編深掘り考察動画よ。さあということで、まあ、終盤にはなってきたんですけども、どんどん深掘っていきますよ。およっしゃ。はい、今回深掘りする内容はですね、川村真犯人説を語ろうですね。よいしょ。初めてじゃないですか。そうですね。そうだね。完璧にスポット当てるのはね。はい、まあ、終盤にもなってきたので、まあ、ちょっとずつね、真犯人に絡めたね、そうだね、考察もしていきたいと思いまして、まあ、真犯人説を語ると言いましても、まあ、先に言っとくと、まあ、僕らは河村を真犯人とは思っていません。うん、そうだね。うん。ここ最近よりそんなになってきたね。まあ、そうだね。うん。だけど、まあ、視聴者の方ですね、河村真犯人説をね、推してる方っていうのもね、いっぱいいるのが現状。そうだね。多いね。うん。なのでね、今まで放送された全17話を、まあ、見直してきましたので、河村の怪しい点と怪しくない点をね、ざっくりまとめてきましたので、まあ、この動画を見てですね、河村真犯人あるのかないのか徹底的に考察できればなと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。ということで、真犯人フラグの動画スケジュールはこのようになっておりまして、まあ、この週ですね、ちょっとイレギュラーで金曜日が上がらなくて、スペシャル動画を日曜日に上げる予定でございますので、そちらもぜひ楽しみにしていただければと思います。ということでですね、まず先に怪しい点をさらっていきたいと思うんですけども、まず河村の人物像、まあ、イメージをね、言うとですね、まあ、凌介の親友、一番売れてる週刊誌の編集長、まあ、そして魔法をマドンナとして崇めていると。ざっとこの3点なのかなと思いますね。そうだね。うん。そこでですね、河村を怪しむコメントをいただいております。ヒカルさんでございますね。河村の魔法を必要にかばうのは魔法への異常な愛がある。ですね。まあ、確かにね、河村って異常なほどですね、まあ、魔法への愛というか、それに近いものがあるじゃないですか。そうだね。うん。魔法を守る発言っていうのがすごく多いよね。うん。多い。まあ、それがよく目立ったのが、16話で、史上の時でですね、凌介がついに魔法を真犯人だと仮定して推理を始めたシーンがあったんですけども、まあ、そこで河村は、お前だけは信じてなきゃダメだろうと。魔法を真犯人と推理することを絶対に許さないと。いうスタンスを守り続けてる唯一の人物。そうだね。うん。だから魔法を一番信じてるのは凌介っていうより、なんか川村っていうイメージが最近出てきた感じはある。うんうん。そうだね。ブレないね、そこは。そうそう、ブレないんですよ。まあね、ざっくり真犯人像っていうのは、根本は魔法を好きで自分の近くに置いときたいから誘拐したみたいな雰囲気はあるので、まあここだけを見ると川村っていうのは当てはまるのかなと思いますね。うん。次はですね、ヒカルさんもね、書いててくれたことなんですけども、他の方からもですね、怪しい点のコメントをいただいておりまして、飛びたいお米さんからいただいております。河村は真犯人ではないと思いますが、もし真犯人ならば、自分の職場での地位向上のためかと思います。というふうにいただいております。まあ確かにですね、この炊飯器失踪事件で、中間追及は多大なる恩恵を受けているとは思いますよね。そうだね。うん。この1話をね、見返してみたんですけども、まあ、凌介が河村のもとへ、失踪の件の相談をしたんですね。うん。そしたら、まあ、河村の方から、まあ、ちょっと記事出そうかっていう提案をして、うん、でちょっとその時ってね、凌介戸惑ってたしためらってた。そうだよね。ちょっと一歩を先に進めない感じもあったので、うん、まあ、そこを半ば強引に河村が出す方向に持っていったっていう描写にも見えるから、そうだ、ね、ちょっと仕事のためにやったのかなっていうのはあるんですけども、うん、まあ、確かにね、河村って50歳で独身で離婚歴もないと、うん、なってますので、はい、根っからの仕事一番人間というかね、そんな感じはしますよね。そうだね、で魔法も好きだし、仕事でもちょっと出世したい目的でこの失踪事件をね操ってるっていうこともね、まあ、可能性はゼロじゃないのかなと。そうだね、はいはいはい、自分で事件起こして自分で記事にしてるみたいなことか。そうなんですよね。河村っていうのが記事を出せるっていうすごい強みがあって、はいはいはい、警察もねすぐ動かせるし、うん、世論も操れるから、うん、
まあ、そうなると、まあ、真帆だけをねちょっと誘拐して、まあ、その後は真帆と林の不倫疑惑の記事とか出したり、うん、真帆自身を自分から凌介の元へ帰りづらくさせることは容易じゃないですか、うん、そうだね、うん、まあ、事件の方向性の舵を取れる人間でもあるんですよ。そうだね、うん、でこの点についてちょっと否定的なことを言うのであれば、週刊追求ってこの失踪事件が起きる前から売り上げが1位なんですよね。そうだね、日本一、うん、そうそうそう、だから業績を伸ばすために事件を起こしちゃったらちょっとリスクがある気もするから、うん、本当に売れない週刊誌だったら分かるけど、そうだね、そうだね、売れてる週刊誌がやる行動ではないよなとは思うな、うんうん、まあだから乗っかったって方なんだろうね。まあそうだね、その親友が事件起きたから、まあね、じゃあ乗っかって記事にしちゃおうかぐらいな気はするよね、うん、ここに関してはその記事で飯を食うのもあるけども、うん、まあ捜査も兼ねてね、そう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 、もちろんもちろん、うん、っていうのがあるのかなと思います、うん、で他の細かいところを言うとですね、まあ、こちらですね、スイチオーさんからいただきました。日野のお店がオープンした日、川村は遅れてお店に来てますということですね。はい、まあ、失踪事件当日の日に市場の時のね、うん、オープン日だったということで、氷終わりに顔を出してたんですけども、はい、まあ、そうなると失踪当日のアリバイってないよねと、うんうんうん、いうふうにはなってますし、うん、まあ、あと真帆はね失踪前夜に誰かに電話してて会う約束をしてたと、はいはい、まあ、そこをね川村が会ってたんじゃないかと、まあ、いう説もありますけどもね。そうそうね、確かに川村の職業ってさ、全然外とかに一人で出てても怪しまれなそうだもんね。まあね、なんか現場に行ってたとかさ、そうそうそう、言えば確かにね怪しまれずにそういう行動はできそうだよね、うん、できそう、うん、まあただ会社にいたらばね、うん、部下とかたちの証言があればアリバイはすぐあるから、うん、まあね、うん、まあ、ここはそんなとこかなと思いますね、はい、あとこちらですね、ゲロさんからいただいたコメントで、群馬で見つかったスマホの件ですね、うん、はい、でそこで指輪も見つかったんですけど、川村の鶴の一声で捜索が延長された後指輪が見つかったんですよねと、うん、いうふうにコメントをいただいておりまして、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、あの真帆の結婚指輪は川村が捨てたんじゃないかと、はいはい、いう説ですね。まあ、3話であったことで、うん、まず光のねスマホが見つかって、はい、で凌介たちはもう諦めムードだったんですけども、で遅れて川村と諸角が到着してね、諦めちゃダメだと、もうちょっと探そうっていうことでね捜索が延長して、うん、でめっちゃ夜になって指輪だけが見つかったっていうね、あー、ところがあるので、そうそう、まあ川村がね捜索するふりをして捜索のついでにちょっと捨てたっていうね説も結構ねいただいているんですけども、はい、まあ、ただですね、15話であったことなんですけども、群馬のね光のスマホを落とした件っていうのを立花がやっていたよっていうのが判明した時に、うん、じゃあ真帆の指輪って川村自身が話題を振ってるので、もし自分が仮に落としていたのであればわざわざそんな話題を振るのかなと、そうだね、いうところもあるんですよね、うん、確かに、うん、まあ、ここにしてもちょっと否定的な要素は生まれてくるのかな、そうだね、思いますね。で、まあ、川村についてのポイントポイントのね細かい怪しいところっていうのはまだあるんですけども、うん、まあ、怪しい点はこの辺にしておきたいと思います、はい、で次はですね、まあ、メインの怪しくない点に触れていきたいと思います、うん、まず頭に置いてほしいことは、真犯人は二重人格ではないということがですね番組側が断言してますので、はい、それと真犯人の目的として真帆を誘拐するプラス凌介を、まあ、精神的にダメージを与えるみたいな、ちょっと陥れたいっていう雰囲気がある、はいはい、そういうとこを踏まえて見返した時に、うん、やっぱ川村ってね凌介をめちゃめちゃ助けてるんですよ。そうだね、うん、直近で言うと16話ですね、高葉花に聞き込みする川村と諸角っていうのがいたんですけども、うん、まあ、この聴取をきっかけに元木が捕まることになってるので、はいはい、川村がね真犯人として、まあ、部下の元木を切ったんじゃないかと、まあ、暴走する元木を切ったんじゃないかっていう説もあるんですけど、うんうん、まあ、シンプルに考えてみると、うん、事件の解決の役にめちゃめちゃ立ってるじゃないですか。そうだね、うん、そう、そこはね過去にも考察したけどもね、うん、切ったならもっと前に切れるとこが結構あった気がするから、まあ、このタイミングで切ったとは思えないんだよね。そうだね、うん、だ普通に元木を捕まえるために警察に協力した、うん、まあ、正義の行動というふうに見ていいのか、見えるかな、うんうん、まあ、他にもですね川村の言動から凌介を助けてるなって分かるところがあって、11話で一星から林の目撃情報をもらって、まあ、その辺の近くを捜索したけど見つからなかったよっていう電話をね凌介にしてたんですよ、はい、でプラスに凌介大丈夫か、あっちゃんお前のこと怖がってるらしいなっていうこの励ましの電話もあって、うんうんうん、でその電話の途中で凌介がすごい荒ぶれちゃった、はいはい、あのビールをガン
ンガンガンってやるシーンですね、うん、はい、でその時の一言で、ハエに見つけたら俺がぶっ殺してやるって言ったんですよ。まあ、すごいいいシーンだったじゃないですか。そうね、でこれがもし河村が真犯人だったら、まあ、冒頭で言ったちょっと二重人格に近いことをやってないかと思うんですよ。そうだね、まあね、二重人格以外だったら説明つかない言動にはなるよね。そうだね、うん、人格違くない？そうだよね、うん、すっごいいいやつなのに。まあね、でも一応凌介には言ってんでしょ、それを。凌介に言ってんだよね、殺してやるって言ってる、うん、だからまあ凌介を騙すとしか考えられない。もう一個で言うと、うん、凌介に自分が疑われないように凌介の前では言った。なるほど。だから二重人格ではそれってない気がするんだよ。そっか、騙すためのセリフ、はいはいはい、とも取れなくはないけど、取れなくはないけど、ね、最低すぎるけども、うん、まあ考えにくいわね、うん、プラスにこの電話のおかげで、まあ、凌介宅から見つかった林殺害に使われた凶器で、まあ、凌介が警察に疑われるんですね、うんうん、でこの凌介のアリバイを証明したのも川村。それだよな、うん、冷蔵庫の PPP がきっかけになったと、うん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 、これは完全に守ってるよな。そうですよ、真犯人は凌介を陥れることも目的と見ると、やっぱ自分で凌介を疑わせて自分でアリバイを証明して助けるってすごい無意味な行動になるので。そうだね、これは単純に凌介を助けてるって見える。見えるな、普通に考えたら、うんうん、で個人的にめっちゃ川村いいやつやんって思ったのが、うん、9話のですね、真帆の不倫疑惑会がすごいピックアップされた回で、川村が一人で凌介宅に行ってですね、真帆ちゃん不倫したけど俺まだ疑えないんだよって川村が言ってて、うん、まあそれにちょっと凌介もうんうんって賛同はしてる感じだったんですけど、うん、そんな様子を見て川村がお前不倫されてるんだぞと、腹立たねえのかって煽り出すんですね。はいはいはい。でお前本当に真帆ちゃんのこと愛してたのかっていうことを言ったら、凌介がぶち切れたわけですよ。そうだ、はいはいはい、で凌介の口から俺だって信じたいよみたいなね、うんうんうん、すごいなんか心の奥底から出た言葉というか、そうね、まあ、普段の凌介から考えられないようなね感じがあったので、うん、でそこってめっちゃ川村の優しさだと思うんですよね。そうだね、まあそうだね、溜めて溜めてストレスが溜まってる凌介を発散させたというか、うんうんうん、そうだね、まあ凌介も気づいてて、それ、うん、あお前わざとだったのかって言ってたから、うんうんうん、めっちゃいいやつやんと思ってね。そうだね、だって殴られる覚悟もあったと思うんですよ。そうだよね、真犯人だったらそんなことやるはずないよ。そうだよ、うん、これ日野にないのよこれが。いやそこはずっと感じてたわ。なんか一方な温度差すごすぎね、あの二人の。3人親友でいますけど、そうだ、ね、やっぱ見返してみるとね、やっぱ川村と凌介ってすごい友情感がある。そう、うん、日野はもう店から出ないもん。そうだね、バーソードの男ですね。いやそうよな、うん、そういうとこもやっぱ日野の方が怪しく見えちゃうよな、ね、うん、あと怪しくない点を言うとですね、まあ、川村って考察系 YouTuber 並みに事件を考察してます。はいはい、まあ市場の時でねみんなで考察するのはもちろんなんですけども、まあ、会社で6回部下を集めて考察会議をしてます。はい、これは週刊誌の出版に関するね会議でもあるんだけども、うん、まあ、この事件の首謀者は誰なのかっていう視点で考察してるので、そうだよね、まあ、しっかり事件を解決に向けて考えてるんですよね。うんうんうん、プラスにですね、川村っていう人物は一番まともな考察をしてるのかなと思ってて、うんうんうん、なんかドラマを見てる我々と同じ視点で物を見てるのかなっていう感じというか、うん、そうだね、はい、15話で一星が凌介らを騙してたことが発覚してすごい激怒してる川村ってのもいたし、うん、まあ、そこでね凌介とかは、まあ、騙してたけど立花は、うん、光を守るためにやったからねみたいな、はい、どっちつかずだったんですけど、で二宮も真帆さんも疑うべきじゃないですかっていう視点だったんですけども、うんうん、まあ、川村だけですね、いや立花怪しすぎんだろうっつって、はいはいはい、まあ、疑いをかけてるわけですよね。立花、うんうん、の動機も自分の父親と重ねて真帆ちゃんを逆恨みしてるんじゃないかと、うん、みたいな感じを言ってたから、お昨日出した僕らの動画と同じような考察をしてるんじゃないかと。お見てるすっかり。そうだ、川村見てるな。川村見てる。そうだから川村だけ立花をしっかり真犯人側で考えてるんですよね。そうだね、そうだね、これってまともな思考じゃないですか。だって、うん、それは立花怪しいじゃないですか。いやそうだよな、めちゃめちゃグレーなことやってるから、うん、他が疑わなさすぎるっていうね。そうだね、川村ってめっちゃまともやんって、まともだね、うん、思うんですよ。そうだね、だって第三者の我々がまともな思考だとしたら、うん、同じ考えを持ってるってことだから、ね、まあそうだ ね、 うだね、客観的には見えてる。そうそう、見えてる感じはするんですよね。そこで繋がるのが、まあ、次回予告でですね、あのゴーラ嫌いの川村がゴーラに調査を依頼してましたよね、はいはい、この人調べていただけますかと言ってたので、まあ、これちょっと立花の可能性あるのかなと
そうだね、まあ、復帰した立花がまたいなくなるという異例な事態なので、はいはい、それは周りの人は怪しむから、うんうん、まあ、河村で調べるところもあるけども、うん、ちょっと裏の力というか ね、 なるほどね、そこも借りても徹底的に立花を調べようかなっていう腰を上げたシーンだったのかなと思いますね。そうだね、河村やってないんじゃない？やってないと思うよ。犯人だったら相当難しいことしてるよね。自分で調べつつ、はい、でも自分が犯人 で、 で親友も苦しめて、魔法をどっかにかくまっててみたいな、ね、役割も多いし、そうだ、ね、忙しそうだし、いやそうなんですよ。だから2人いないと無理。そうだ ね、 やっぱそうだよな。オーバーワークすぎる。じゃ無理な気がする。まあそれに部下がいろいろ関わってるって言ったらそれまでなんですけど、うん、なんかそれで真犯人って言えんのっていうのもあるじゃん。そうだね、うん、やっぱ動いてるんだね根本。まあそうだね。まあということですね、まあ、ずらっとね怪しくない点を言ったんですけども、うん、まあね、今の17話まで真犯人の影って何も見えてないので、はい、現状真犯人誰で考察をする上で、まあ、ポイントとなるところって、この時これやってましたよっていう後出しできやすい人物、うん、そうだね、うん、そう考えると、まあ、さっきペンチも言ったいろいろ動いてる、うん、動きすぎてる河村は真犯人じゃないかと思いますね。まあそうだね、にしては出すぎてるっていうのあるもんな。いろんな人を利用してるのは間違いないけども、はい、だからといってあんなに前線で動いてたらやっぱそれすらもできなそうだもんね。そうそうそう、うん、単独行動もそこまでなくて、やっぱ諸角とか石原とか隣にいる描写も多い。石原って誰やねん。石原メガネ石原だろ。小賀健みたいなやつ言うな。あまりに初めての言葉すぎて突っ込んじゃった。いや俺もちゃんと見ました。改めて調べましたけど石原って言うんですね。石原さんいるので、ね、トータルで見てね、やっぱ少ないかなというのが僕らの今の答えかな。そうだね、そうだね、うん、まあね、やっぱ日野説とか河村説って多いので、うん、はい、そうだね、やっぱこれを見てもいや河村だよっていう人もいると思いますし、もちろんね、うん、全然そういうようなねコメント、考察コメントぶつけてくれて構いませんので、はい、はい、河村に関してのコメントたくさんお待ちしております。ということで僕たちは他の動画も取り上げております。考察系ドラマたくさん取り上げておりますので、一緒に楽しんでいきましょう。それでは明日の動画でまたお会いしましょう。以上ドクロップでした。ご視聴どうもありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということに最後にペチ、はい、それはできないわ。川村の意外な結婚できない理由とは。家揺らすぐらい歯ぎしりがひどい。いや怖っ。グラグラのできないわ、できないわ、白ひげやん。